さて、本格的な雪を待ち望んでいた人も多いのではないでしょうか。今日、札幌市南区のスキー場を訪れてみると、スキー場の麓の雪は膝下ぐらいまで積もっています。数日前まで土が見えていたゲレンデも一面の雪景色に。頂上付近ではおよそ50センチまで増えていました。いや、ようやく、ちょっとずつですけど、オープンに近づいてきてるなっていうような印象はあります。一方、子ども向けのスキー用品のレンタル店は今大忙しです。カブリは暑いんで助かりますね。この冬のスキー事情をもう一掘りします。もう一掘り。札幌国際スキー場は今シーズンの営業を17日から始める予定でしたが、雪不足でオープンを延期しています。営業日数が減ると売上に直接影響してきます。明日までのオープン延期が確定しておりまして、29日以降は、積雪があり次第。スキー場を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。スキー人口は1990年代初めに2000万人近く、1860万人いましたが、2020年にはおよそ270万人と減少。これをどう盛り返していくかが課題です。人口的には少なくなってきているのかなとは思ってるんですけれども、そんな中で、当スキー場もですね、今シーズンから、スキー・スノーボードされないお客様でもスキー場で遊べるような、エリアを作りまして、雪遊び広場っていうところなんですけれども、山麓付近で、お子さんですとかも含めて、皆さんが楽しめるようなエリアをちょっと、設けてあります。スキー業界を今後も支えていくのは地元の子どもたちです。札幌市内の小学校では全ての学校でスキー学習が行われていて、その道具は個人で用意する必要があります。これがいい。これ赤がいい。先週、家族連れが次々と訪れていたのは、札幌市内に2店舗あるキッズ・ジュニアスキー用品の専門店、アルです。この店のサービスが人気となっています。当店のオーナーが、お子様が毎年身長に見合ったサイズを買わなきゃいけないというのが疑問に思い、スキーレンタルがあればいいなと。4年前にスタートしたスキー用具のレンタル事業、魅力は何といってもその値段です。小学生向けの中古品のレンタルはスキー板とストック、金具、ブーツの一式で、来年5月末までのワンシーズン6300円から、海外の人気ブランドの新品が借りられるプランでも9800円です。これはもう見つけた人の早い者勝ち。そうですね、数も限定になっておりますので、はい、早い者勝ちになっております。事前に予約して店に行けば、好みの道具を選んで金具の調整などをしても、およそ20分で持ち帰ることができます。2種類がいっぱいあって楽しかったです。転勤があって、なんか来年とかちょっとここにいて使うかどうかわからないので、買うよりもレンタルの方がいいかなと思って。水色と白のスキーを選びました。シーズン通して借りれるところあるのはすごい助かってます。出費は道具だけではありません。今シーズンは各地のスキー場でリフト代を値上げします。リフトやゴンドラの運行には多くの電気を使います。その電力料金の高騰が続いたことや、スタッフ確保のために人件費を上げざるを得ないことから、リフト券の値上げを決めました。大人1日券は5000円で、昨シーズンより200円のアップです。複数来られるお客さんですとか、回数来れなくなってしまうっていうのが一番僕らにとっても心苦しいところではあるので、市民のスキー場という位置づけもございますし、家族で来られるお客様も多いので、そのあたりはなるべくお客様に負担にならないように、当社の方でも料金設定させていただきました。